まあ、パーフェクトの浅田、知野、山田っていう三強がいて、そのセカンドグループにですね、まあ、小野啓太選手、まあ、樋口選手だとか、はい、あと八千太郎選手とか、まあ、7、8人いるんですけどね。でその下にまたあの第3グループが最近ですね、勢いがある選手が出てきて、まあ、その第3グループに入ってる選手ですね、高橋文樹選手だとか、まあ、朝倉理人選手はね、最近ちょっと第2グループにちょっと昇格できそうなねレベルになってきましたけどね。そうやってパーフェクトもこうどん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 底上げが出てきています。まあ知野選手、油断のならない、試合ですね。油断ならない相手です。女子の方はトーナメント表もらえませんか。ない。さあトーンスタートですね。システムの方では見れるの？あ、本当。そうですね、両方イケメンですね。ワイルド系とちょっとトレンディー系ですか。はい、ワイルドトレンディー系イケメン対決。背も高いしモテるんだろうな。髪もあるし、ね、足も長いし、ね、大村幹事プロ地球ボトルまでお願いします。まだちょっとフォローするの送り出しが高橋選手はちょっと強いのかなという気がしますけどね。まだ硬いっていうか、まあ、もうちょっとしたらここが柔らかくなってきて正確性が増すとは思いますけどね。まだダーツを投げてる感じがしますよね。新システムのトーナメント表すでに線がずれてる。失礼しました。まだまだ移行なんで申し訳ないですね。水崎プロ、佐原プロ、31番ボード、エンディー、コレアスプロ、コレアスプロ、コントローバーでお願いします。お願いします。大村幹事プロ、大村幹事プロ、地球ボトルまで来てください。選手たちが待っております。ナイス、ナイス、トーン18。女子のトーナメント表来ました。女子のトーナメント表、ジドク大臣プロ、オーミネーションプロ、オーミネプロ、ジドクプロ、1番ボード、レフリー、トーナメント悪くないですか。さあ知野選手がしっかりと残留を決めて、高橋選手先行のクリケットですね。
さあしっかりとシックスタートですね。ナイスナイスセブン。女子のトーナメント表でここから飛んで見れる？見れないよね。リンク先見れないでしょ。ほら見れる。あ、開く押さないとダメ。開くってあるよ。いやー、ここはちょっとずれすぎですね。お、見れましたね。見れましたね。女子のねシステムがちょっと稼働してますね。女子の方ですね、リンクから飛んでいければ、女子トーナメント表、決勝トーナメントがのトーナメント表が見れると思いますので、ぜひご覧ください。18カットしてからの17に戻る感じですね。ビッグラン、さあ知野選手、まあ、去年のねあの絶好調時、5.6を叩き出してたクリケットの時よりは若干落ちてますけどね。二人とも難しそうなダンス。さあそして高橋選手が先行のクリケットゲームをキープですね。投げ急いでいるっていうかリズムがちょっと速くなりましたね。
投げ急いでるっていう感じじゃないですね。あえて自分がこういうリズムにしてるんだと思いますよ。知野選手クラスがね、投げ急ぐっていうことはもうまずないんで、もう自分でこういうリズムを作ってると思いますよ。さあこれ高橋選手ビッグチャンス来るきたんじゃないですか。ザマンプロ鈴木豪華プロ11番ボードレフリー堀井武史プロ、堀井武史プロコントロールお願いします。まあただその1年間を通じてですね、まあ調子の波っていうのはありますんで、知野選手クラスだとやっぱり自分で考えて今のフォーム作り上げてきてると思いますよ。あ、ごめんなさい、こっち止まったね、コメントが止まってる。あ、それでいいんだ。それでだ、普通に止まるのこれ。ああ、そうなの。じゃあたまに押せばいいの、止まったら。あ、わかったわかった。そうですね、本当にあの1年間のそのなんていうんですかね、明らかにフォームが壊れてるわけでもないので、まあ1年間通じてみると、多分篠野選手やっぱり今年も強かったねとか、いう状況に なる可能性ありますよね。なんか画面がおかしいね。これボードが壊れた。台が消えた。台が消えた。ボードが壊れてないよね。男子のベスト4、男子のベスト4まだまだですよ。今ただいま行われている試合はパーフェクト第8戦広島大会、3回戦の試合ですね。でかっ。サブカメラ今どうなってる？サブカメラの紹介もしてあげて。サブカメラ。選手もちょっとだいぶ安定してきましたね。さあ知野選手気になるのはやっぱ横ブレですね。昨年ほとんど見られなかった横へのミスっていうのが今年は多い気がします。
対してはベスト4の組み合わせや、ベスト4の組み合わせ勝ち上がった4人かな、どのように、いやいや、あのトーナメント表通りですよ。男子のベスト4はトーナメント表通りに来た結果が決まります。ただその試合の中での投票で放送をどの試合を見せるかっていうのは投票で決めます。そうですね、大城選手隣のボードですけど、だいぶ痩せましたね。ちょっとイケメンプロを目指してるんじゃないですか、はい、ルト男子やそしてナイスナイスアレンジ、さあしっかりとアレンジ決めてきて、高橋選手ワンチャンスですね、難しいワンチャンス、さあそしてトライまで行ってほしい、来たー、そしてナイストライ、ナイストライですね。こういうところも高橋選手が進歩してきた一因ですね。しっかりと1本で沈めて、篠選手が4回戦進出を決めました。はい、さあ今日も熱戦が行われているパーフェクト広島大会、ただいま3回戦の模様を皆様にお届けしております。盛り上がってきました。はい、そうですね、千野選手、まあリズムがねちょっと速くなった気はします。それとちょっと重心、体の重心がちょっと違ってきたような気もしますけれども、まあ多分あえてですね、自分が変えてることだと思うので、まあ心配ご無用です。はい、1年を通じてですね、絶好調の時もあれば不調の時もございますので、その辺のところはですね期待を持ってね見てあげてほしいと思います。確かにねここ数戦は結果が出てませんけど、まあまだまだパーフェクト8戦ですんで、まだまだ中盤なんで、これからどうなるか、去年、おととし知能選手が頭角を現してきたのも中盤戦からなので、はい、夏から秋にかけてですね、まあ豊作の時を迎える知能プロに期待してください。